なさい。今回ちょっとジャンク市とかリサイクルショップとかいろんな店に行ってきたんで、その買ったものを紹介したいと思います。で、僕の目的は斧だ、斧して、斧巻き終わる斧を探しに行きましたが、見てたらね、やっぱいろいろ欲しくなるわけですよね。だったり、あとこれめっちゃ安くねっていうのがあって購入しました。で、ジャンク市の方がまあ9割方並んでるうちの9割ぐらいはジャンク市で、あとはリサイクルショップなんかで買ったやつとか、あとはね、結構回って無人販売の場所、普通に街中にあるような無人販売の場所でも購入したものがあるので、それを紹介したいと思うんですけど、まずそのジャンク市の状況ですね。ジャンク市結構ね、行ったら気さくな人が多かったです。すごいローカルな感じだった気がします。年配が多いかな。で、やっぱりローカル感があってすごい話しかけてくる。うん、まあ、若い人が少ないっていうのもあったと思うんですけど、普通に商品見てたらいろいろ話しかけられてたりしました。とか、あと物の話、これある、あれあるっていう話から展開して、なんかおじさんの身の上話聞いたりとか、何探してんのとか、あそこの誰々さんとかそれあるよみたいなとかで、先週売れちゃったとかね、僕が巻き割り斧探してるんですけどありますかって聞いたら、まあ、先週4本あったけどなくなっちゃったねみたいなとか話あったりしてるところもありました。で、売ってるもの自体はいろいろあって、まあ電動工具で、あと大工用の、何ですか、 DIY 用具みたいな、ハンマーとかのみとかね、あったり、あとは食料品も売ってましたね。いろいろ、僕が食ったのはサンドイッチとポーク卵と、あとコーヒーか、ちょっと微糖なのかな、ちょっと甘かったけどね、甘いコーヒー買って飲んだり、ムーチーズって餅、沖縄の餅だったり、あとは山芋揚げたやつとか天ぷらとかもいろいろ食料品がありました。あとは盆栽とかもあったし、あとは陶器、食器、ナイフ類、包丁とか、あとはアウトドア用品、何でもなしだ、三線とかだった、三線、三味線、沖縄の三線って言うんですけど、そういうの売ってるのもあった、いろいろあったね。木材売ってる人もいたな。木材って本当に45角ぐらいの木材、4メーターぐらいのバーって置いて売ってる人もいました。うん、面白かったですね。僕初めて行ったんですけど、そこにね、面白かった。いろんなものがあったし、いろんな人がいました。で、結構ね、話するのが普通というか、まあ、世間話、雑談とかもずっとくっちゃべってる人がいたりとか、まあ、そういう場所があったりとか、いい声の場、テーブル広げて飲み物飲みながら、遠くに来る三線聞けながらユンタクお話しするっていう人も結構いました。で、途中なんかね、もう三線弾き始めたりとかしたりとかしてる風景もあって、まあ、ローカルだなって感じがすごいしましたね。僕的にはそういうとこ結構好きなんで面白かったですね。で、まあいろいろ見てたんですけど、結構面白くて、すごい賞味期限の過ぎたものとかもしてたね。僕が見たのはごまドレッシングあるじゃないですか、普通サラダに入れます。あれが2017年のものが売ってたりとかあったし、あとは商品なんてこれいくらですかって聞くんですよ、基本。値段書いてるのもあるんですけど、書いてないのもあったんで聞いたら、なんかその奥さん、まあ、夫婦やってて、奥さんみたいな人が2000円みたいな、したらもう速攻でお父さんの方が、いや1800円だよみたいな、まあ適当なんだなって感じで、フリマとかそういう位置、飲みの位置っていうんですか、まあいいねっていうか、いらないものを売ってて定価をつけられないから、まあいいねで売ったりするわけなんですけど、まあそういった面白いことがございました。あとは何があったかな。で、物を買うときにやっぱいくらでいくらって言うんですよ。で、交渉とかってよくあると思うんですけど、まあ、僕の場合こういろいろ見るわけですね。見てこれいくらですかって聞いて、あ、いくらいくら、なるほどっつって他の見始めたら、なんかまあいくらだったら買うのとか言われたりとか、あとはこれとこれだったらいくらでいいよとか、セット料金向こうがむしろ出してくれたりとか、なんか別に交渉とかしてないですけど、いくらにしてくれませんかとか一切言ってないですけど、これとこれだったらじゃあちょっと割引して安く売ろうねとかいう感じもあって、まあ交渉とか苦手じゃないですか、普通はね、日本人でね。そういった人ってもう買いやすいのかなっていうのはありました。うん、だから馴染みやすいのかな、普通外から初見で行ってもっていうのもありましたね。で、ちょっとね、思ったことがあって、結構いっぱい物を買ったからね、僕は、ね、工具とか重たいものをね買った、いっぱい思った
買ったからこそ思ったことがあるんだけど、あとね、ジャンクなもんってね、結構錆びたりもんが多かったんですね。僕が買ったものに限ればね。だから結構汚れるんですよ、手が。もう見てるだけで、品をさ。ひっくり返して、もう発掘して見てるだけで汚れてたんで、まあ、ウェットティッシュが必要だなって思いましたね。やっぱり汚れた状態で他のもの触ることもいけないんで、あんまりね。うん、だからちょっとね、マニュアルというか、そういうの持っていくと、まあ、便利かもしれません。あとはカート。カード、まあ、量を買う人によるんですけど、僕みたいに結構バーって買う人はカートを持ってった方がいい。でカートを持っていく前段階も重いものは買ってキープした方がいい。そう、うん、まあ、すぐパンパンで売れちゃうから多分買いたいんです、その場でね、速度に買いたいんだけど、買って運んでてみたら重たいじゃないですか、めんどくさいんで、買ってちょっと置いとっていいですか、後で取りに来るんでっていう話をした方がいいです。みんな別に大丈夫でした、問題なくて、あ、いいよいいよって、後で取りに来いでって言われて、一回バーって、そうそうそう、その1から10まで見に行って歩いて、でその場でいいのを2周もあったんだ、僕はね。一回バーって全部見て、でもう1周往復の時に帰ったんですよ、買った。そうで最後にまつりに行った、一気に。だからそういうやり方をした方がいいかもしれませんね。なんかまあ分業っていうか分けた方が多分楽、持ちながら見るのって疲れるんですよね。どっか置いてとかなっちゃったら大変だから。そうそう、基本的には僕は飲食、ポークおにぎりとそのコーヒー最初に買って、ポーク卵おにぎり食べながらちょっと見てって感じでした。ブラブラしてましたとか、あと面白いものは結構いっぱいありましたね。でやっぱりその、まあ、個人売買なんで、小銭とか札1000円だね、1000円、5000円とか1万円とか、おお高いもの買うんだったらいいんだけど、結構細かいから安いんだよね。ジャンク品とかになってくると300円、200円、100円ってなってくるから、小銭を目に持ってた方がいいなっていうのが思いました。そうなんか、そうだね、まあまあそういうこと、僕はたまたま持ってたんで問題なかったんですけど、じゃああんまり1万円札、安いものを1万円札とかで買うとかやめた方がいいなって思いましたね。まあそんなとこでしょうか。で結構なんかローカルで馴染みの人が多いような感じでしたね、その売ってる人たちはさ、まあ、自分たちも出店するし、いろんな人と歩いてて交流もするっていう感じのものでしたね。で結構優しい人が多くて、普通にただ向いてたのに、これいっぱいもらったから食いなっつってもらったものもいっぱいありましたね。3個くらいもらったの僕はね、結局、うん、で物自体は100円200円ぐらいかな、食品に関して言えば。でドリンクも面白くて、そのさっき言ったコーヒー、一番最初買ったコーヒーね、普通のボルビックかな、多分ね、ボルビックのペットボトルにコーヒーが入ってるんだ、もう既製品じゃなくて家で作ってきたんだろうなみたいな感じのがあったりとか、あとはゴーヤージュース、家の自家製のゴーヤージュースを CC レモンで割った飲み物があったりとか、100円だったんだけどね、結構本当にもう潰したような、なんていうか、下流が入ってたというか、下に。いや、面白いなと思いました。そんなの売ってんだっていう。飲んだことないじゃないですか、そんなのね。そういうちょっと面白いエピソードとかもいっぱいありました。うん。で、次行ったところは、あれも行ったんですよ、次行ったところはね、あれが多かった。子供の服が多かった。子供の服が多くて、まあ僕が望んでるようなフリマではなかったな。位置ではなかった。そうちょっとね、キャンプ用品とかはちらほらあったりとか、ダッチオーブンとか、ね、それこそダッチオーブンとか鉄鍋とかメスティンみたいな、 US のメスティンみたいなのとか置いてたりしたんですけど、あんまりなんか女の人向けだったのかな、あれは。どっちかっつったら種類的にあんまり僕が望むようなものじゃなかったんで、すぐ帰りましたね、そこはね。でその後工具屋さんに行きました、リサイクル屋。そこはまあ良かったんですけど、今必要なものは特になかった。だけどあれがあった。溝切りっつって。溝切りわかりますか？昔僕が床張った時にトリマーでガーって横。アイジャクリ加工っつって。こう。デコボコにして隙間をなくすような。あれトリマーだったんですけど、あれ溝切りっていうのが本当あって。そう、溝切りの工具だったんで、次床張る時はあれを買おうかなっていうふうなことを思いました。まずね、こっから行こうか。これ、1本100円だったの。もみ系。これ全部100円、まあ、ちょっと、錆びてますけど、ジャンク品で100円だと安いんじゃないですか。飲みっつったらね、いくらぐらいするかな、1000円ぐらいするよね、普通はね。100円だから、まあ、トイレ使えばいいかなっていう、結構全然使えると思うんですよ。
鉄はしっかりしてるし、まあ、絵もあるから。でやっぱり木の方がね、樹脂製が多いですけどね、木の方が僕は好きですね。これもこのヤスリも多分高いね、普通に買ったら大きいから。金ヤスリこれも100円。でなんか思ったのがやっぱりね、男性の人の方が高い。そう、おばさんが売ってる方が安い、ね、安いというか価値が分かんない、あんまりから少し安いのかなっていうふうに思いましたね。100円と安いよね。でこれもホールソーなんですけど、ホールソーね、これ500円50円って書いてあるじゃないですか。うん、おばさんだったんですけど、まあ価値分かんないから100円でいいよ、あんた何に使うかあるのか分かるのみたいな。これをで、あ、穴開けるやつですよねっつったら、あ、そうなんだ、100円でいいから買っててくんないみたいな感じだった。普通に買ったらね、600、700円くらいする。これ多分新品未開封だからかなり安いですよ、これは。んーで、カンナ類、カンナもすごいよ、これこれ、これカンナ6個で1000円。すごくないですか。これ溝切りカンナだと思うんですけど、溝切りすごいよね、時代を感じるでしょ。でこれは少しネジとかやっぱりサビとかあるんで、研いだりサビ抜きをしないといけないですが、いやそれはそれで面白いかなと思って今回購入しました。でも僕が使いこなせるかは分かんないですけど、一応頑張ってみます。こういうの面白いじゃないですか、カンナの音ってまたいいんですよ、めちゃくちゃね。これはこういう溝ができるの、多分ね、ガジガジと M なってる。でこれカーブかな、多分ね、曲線カンナあんまり見ないですよね、普通に、ね、ホームセンターとかでもないような、大工用品店でしかないんじゃないですかっていうのがあった。でこれはまあドリルですね、 SDS の端子のドリルあった。これも1000円とかするよね、買ったらね、500円。で次はレベラー、これ400円だった、400円、安いんじゃないですか。ちゃんと汚れてますが、機能はバッチリ使えたんで、ここまで欠けてるとこもなくて、ちゃんと水平も取れそうだったんで、400円買いました。で、この同じ場所で、これも買って、ハンドドリル、最近僕も買いましたけど、ハンドドリルがあったんで、買いました。使えそう、全然。まあ、基本全部錆びてるんですけど、まあ、錆びはいくらでも取れるんで、中まで崩れるほどボロボロでなければ。実用性は十分あるんじゃないかなと踏んで、僕はジャンク品でも購入しました。電動工具はね、やっぱね、ジャンクって難しいですけど、こういうハンドツール系はね、ジャンクでも十分使えるかと思います。でカンナね、さっきと一緒かな、二時に違う場所で、ハンマーとヤスリ、これもセットでいくらだったかな、これとカンナで1000円だったかな、これこんだけで1000円だった、確か。ハンマーで、ハンマーはね、絵が折れてるからね、絵が折れてなかったらもっと高く売るけどねって言ってたけど、そういいでしょ。石頭ハンマーって結構ね、物叩く下地にしたりとか、実際使ったりするときに便利なんですよね。普通のハンマーはいいんですけど、あの面が狭いんで下地にするには大変なんですよね。これハンマーでしょ、これないか、ナイフだよ、おそらく刃があるからナイフだと思う。うん、こういったものがあった。うんで、あ、これミリタリー飯、米軍の払い下げ品なのかな、多分ね。横にね、メニュー12とか書いてて、まあ、いくつか種類があるんです。これメニューなので、ね、ちょっとね、下の方にここにメニューが書いてますけど、後日開けて食べてみたいと思います。おばさんが言うには、湯煎で食べるんじゃないかなと言ってた。昔は缶詰だったんだよっていう話もあったんだよね。沖縄って、そう、なんかの時代かな、辺野古っていう場所に結構缶詰とか行き着いてたらしいんですよ。飯で、それを開けるのが楽しみだった時代もあったって言ってました。何が入ってるのかなって。バターが入ってたりとか、いろいろ入ってた、パンが入ってるとか、いろいろ楽しみだったんだって、昔は。
それ開けてみるのが。はい、でここが重たいコーナーですね。このバイス、バイスが2000円でしたね。バイスが2000円で、これも2000円で斧で、斧がねこれしかなかった。もう僕は木工のやつを買おうと思ったんですけど、鉄製のやつしかなかった。うん、でもう一発でかい斧、ガチガチの斧、これは2500円だったんだけど、要は本当は6500円じゃないですかこれね。2000円、2500円だから、だけど負けてくれた。500円、6000円で買った。でこれ使うかっつってビス戻った。いっぱい大量に入ったビス、うん、電ネジビスか、うん、どっかで使えるでしょう。まんまもらいました、ね、はい。まあそんなとこでしょうかね。いろいろ面白かったですね。いくら使ったんだろう。これ6000円でしょ。これが500円で、これ1000円、7500円で、これも1000円でしょ。8500円、100円、8600円で、あれミリタリーメスが1個300円だった。8600円、9500円、まあ1万円ぐらいですよ。大体1万円分ぐらいのものをそのジャンク市で僕がかかってきました。あとこの鍋ね、鍋はリサイクル店で買いました。ジンギスカン鍋ですね、1500円。これはね、そこのおっちゃんが北海道の人で使い方を教えてくれました。この真ん中の方に牛脂を置いて、その油が垂れてくるじゃないですか。なんでここで牛を焼く、ヤギで、下の方に野菜を置いて焼くと。で油が溶けてここ浸ってくると。でその油が野菜にうまみをつけて美味しくなるんだよって言ってましたね。でマトンの方が美味しいって言ってましたね。マトン、マトン肉で、業務用スーパーで一応お願いしたら買ってくれるみたい。業務用スーパーが普段置いてないけど、そういうプチ情報もいただきました。鉄製、うん、シーズニングが大変ですけど面白いんじゃないでしょうか。でこれも溶岩プレートってやつ、わかりますか。溶岩石でできてるってことなのかな。大理石っぽい雰囲気がありますが、ちょっとザラザラしててね、ここにボルトが差し込まれてるって感じの構造。うん、熱いでしょ、めっちゃ。これも面白そうだったんで買ってみました。どっかの調理で使えたらいいかなと思います。1500円、これも溶岩プレートね。面白いね。ちょっとね、端っこの方でホコリかぶってたんで貼ってみました。でこれは街の中で通りすがった時にたまたま食器売ってる場所があって、無人でね、そこで買いました。100円で、買い方が面白くて貯金箱みたいなとこに入れて購入しました。割とねサビは多少ありますけど状態はいいですよね。うん、100均にこういう溝が掘ってあるやつは掘ってないので、プレート鉄板はあるんですけど、まあ、そういった意味ではすごいいいやつを見つけれたんじゃないかなと思います。これも後日なんかで使いたいと思います。うん、飲みなんかはどんな感じでしょうか。ダメだねこれね、相当とがんと切れんなよ絶対。うん、まあ、まあまあまあ、これはちょっと砥石でとがなきゃいけないね。これ超悪いな。これ丸型だけど丸くこう小円型に切れるやつ。でこれはちょっと厚みがありますね。溝切りかな。ちょっと飲みはね全部切れないですね、刃がダメだ。ちょっとハンドドリルいきますか。これはいけると思うけどな。ちょっと差し込みで、下がネジになってるんで押しながらいけば多分噛んでいくはず。ちょっと食い込みが使われてますね。ネジが消耗してるんで立たせないと食いが悪いかもしれないですね。はあ、というとこか。ヤスリなんかは使えるんじゃね、別に。ああ、これは大丈夫ですね。ヤスリはちょっと目が詰まってるかもしれませんが、若干ね。一応使えそう。これなんかすごいね、めっちゃ欠けてる。だいぶ感じるな。うん、一応削れてはいると思う。
削れてはいるね。うん、まあそういう感じ。ナイフね、結構切れそうなんですぐでね。まあ切れ味は良くないけど、一応切れるっちゃ切れる。切れ味は良くないね。これは多分カービングナイフとか、ちょっとね、木工品を作るようなナイフな気がするな。薄いからデザインナイフみたいな感じじゃないかな、おそらくね。カービングナイフとかそういう系統のナイフだと。うん、あとはカンナか、曲線カンナとか。まあ、これちょっと、これは刃がね、カビみたいなの入ってるな。叩かないと無理かも。これいけんじゃね、溝。ああ、一応切れてはいる。調整が必要だね、カンナがやっぱり。この形状の溝が掘れるってことなんだもんね、波打った溝。うん、やっぱ全て調整がやっぱ必要っすね。サビを落としてオイル塗って調整しないとすぐは使えないね。少し手間がかかるような感じね、この溝切りもね。これってどう使うんだろう。こうだよね、面的に。うん、もっと使い方をちゃんと調べてからやりたいと思います。これ溝切りって言ったな、こういうこと。障子の襖なんかを切るって言ってた、溝切りはね。で、ここに2つあります。違う店で同じ溝切りを買ってしまったっていう。ちょっと違いますね。で、カンナは結構ね、木がね、いいやつなんですよね。普通の木に負けないような木材を使わないといけないので、割と木の質が高い。うん、まあそんなところですか、工具は。あとバイスとかね、斧。斧はまあこれも切れないね、多分。うん、刃が全然ダメ、研がないといけない。全くツルツル。バトニングぐらいはできそうな感じですけど、無理やりやったら。切れ味はゼロ。うちの大きい斧も切れ味はゼロっぽいね。錆びてる。これも研がんといけない。これもでもすごくないですか。普通に買ったらね、5、6000円はするでしょうね。木が多いけど、これゴムなんだよね。グリップがしやすいような感じっていうのも面白いなって。うん、なんじゃもんね。重たい、やっぱり。あとはバイスね。バイスはバリバリ使えそうな感じ。デバイスは結構いろいろ置いてましたね。いろんな種類、もっとでかいのもあったし、ちっちゃいのもあった。うん、ちゃんとオイルも塗られてるから、これはバッチリ使えそうな感じね。うん、麺も別にそんなにかけたりしないから、おそらく大丈夫だと思う。で、この尻尾がね、こう下に当たる場所でもちゃんと回せるんで、テーブルのど真ん中に設置しても一応回せるっちゃ回せる。端に設置した方がいいけどね。うん、これは申し分ないというか、これは2000円。バイスもね、ピンキリですけど、2000円ぐらいからちっちゃいのからあって、高いのは2万とかなのかな、ホームセンターで普通に買えるレベルだったら。うん、いいですね。ちょっとね、汚いんでね、粉塵かなこれ。修理というかレストア、綺麗にしたいと思います、そのうちね。いっぱいあるんでね、ちまちまやると思うんですけど、頑張っていきましょう。そういうとこでしょうか。紹介見てみました。はい、いろいろ見てみました。どうだったでしょうか。僕は1万5000円でこんだけ買えたら嬉しいなという感じですね。で、使うの研いで直して使うのが楽しみですね。うん、で、今後これはちょっと動画でする予定なんで、まあその、あの時に買ったやつだなって思って見てもらえればそれで結構です。で、結構ジャンク市とかね、リサイクルとか面白いんですよね。ワクワクしますよね。どんなもんがあるんだろうっつって。あんま行ったことない人は一回行ってみると意外と楽しくてハマるかもしれない。掘り出し物みたいな
自分的には価値があるけどそれが安かったりするんですね。そういうのが楽しいのでちょっとぜひ行ってみてください。今回はジャンク1行っていろいろ買ってきたんでご紹介でした。では。